初心者入門、初心者向け将棋入門編、基本の手筋やっていきたいと思います。ちょっとね、もう初心者アプリでいろんな将棋を学びながら、書籍ではもちろんやってるんで、本で学んで、アプリで学んで、実際に盤に並べて、いろんな形でね、アプローチをしていくっていうのがいいのかな。アプリだけでも疲れるし、盤に並べてやるだけでも疲れるし、本読んで考えるっていうだけでも疲れるんで、詰め将棋とか将棋を学ぶこと自体は楽しいんでね、そこをいろんな、アプリとかいろんなのをぐるぐる回していくと、まあいろんな形で長く続きやすいのかなと思います。今日はですね、ちょっと基本の手筋13問っていうのをやっていきたいと思います。一手で、まあこれ6問目なんですけどね、一手で相手の駒を取れか、まあこれ角取れってことですよね。一手で相手の駒を取れ、一手で駒、打てか。この場合ってどこに打つのがベストなんですかね。角交換の後ですよね。個人的には一手で王手をかける、詰めろってことですね。一手で王手をかける、まあ、どこに置いてもいいんですよね。本当は5-2が正解だと思いますけど、王手を回避しろ、取れってことか。王手を回避しろ、この後何を持ってるか次第で負けますけど、王手を回避しろ、そうっすね、まあ、銀をあげるか。王手を回避しろ、あんまこの歩打ちってあんまいい手じゃない気がしますけど、これで13問終わったってことですね。 OK、 じゃあ次は攻めの手筋しましょう。3手で金か飛車を取る。3手、あ、打ってその後ってことですかね。こういうことですね、手筋ですよね。これは3手で金を取れ、ダブルでかけろってことですね。確かに3手で馬を取れ、3手で馬取られるのは NG、 どういうことだ。あ、馬を作れか。どこを狙うのが正しいんだい。作りゃいいんだよね。取られようがなんだろう、取られるのは NG っていうのは3ってことは、どっから攻める。ここの2-3の行くのが一番ベストですよね。あ、違う、ちょっと待ってここだから、角の頭2-3入るのが一番いいですよね。3手で銀を取れ、これ銀が逃げられたらどうすんの問題は、どうすりゃいいんですかね。だから王手銀をすりゃいいんですよね。3手で駒得になれ、駒得か。正直1-3銀成ってして王手かけて、でも2-3歩って打たれやす、困っとくね。銀、そうか、これなったら王手だから、これで駒得になるんかい。しかもなれるし、3手で竜を取れ、あ、竜を作れ。これ銀下がられたらな、まあここ筋っすよね。3手で角か金を取れ、ならずだね。これ串刺しの
って言うんですよね。3手で金を取れ。これ結構面白い、ね、競馬で、あ、これも競馬の筋ですね。3手で駒得になれ。竜が来てるから、まあこれ得ですよね。これ得と言えるかって僕すっげえ微妙だと今思ったんですけど、そうっすね。罪なんですけどね、駒得というか。なんてで駒得かつ金を取れ、駒得になって金も取れってことか。74に桂馬打って歩を上げれないから89リー玉ですよね。そこで27の飛車を滑らせてなっちゃうってことですね。3手で駒得かつ金を取れ、これも71銀って打って、そうですね、92玉竜で詰めるか。そうですか、玉は93か。後手で駒得かつ金を取れ。と金でなって同金同竜で金をそこに打つかなって、いや、まあ寄せても寄せてやらず別に全然それはそれでいいんだわ。3手でと金を作れ、駒損になるのは NG か。と金を作るのか。そうっすね、やっぱ2223歩って打ちたいですけどね。23歩って言ったら33金っていきそうですけど、結構それ23歩って打ったら321角でしょう。それで22と金ってすると結局同角同飛同金ってなって得か損かって言ったら微妙なんですよね。3手でと金か。でも2三歩だと思うんですよ。2三歩3一角で進んでと金になっても意味ないんですよね。難しいなこれ意外と。そんな悩むようなことじゃないかな。垂らすか。そうか、垂らした方がいいのか。さあ14問目。3手で勝つか駒得になれ。そら勝ちたい。持ち駒はなしか。飛車があるから飛車で行きたいけど飛車は無理だし、かといって桂馬でなったところで、それだったら角歩が上がるから、角でね6四角って上がっても微妙ですよね。桂馬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 かといって9、そうですね、3手で勝てんのかな。全く筋が見えないですよね。桂馬で同金、あー意味ないし、あーそうか、
そういうことか。僕の苦手パターン、3手で敵陣を突き破れ。2、3歩って打って金下がりますよね。とどっちかっていうと垂らしたいですよね。2四歩って打って2三と同銀同飛と2三、あ、まあ角も効いてるからで打って逃げて、これはってことかい。角で行って金、あー、そっちの方が突き破れって言えてんのかな。いや面白いですね。じゃあ次は受けですね。お題を解いてください。角が取られるの、駒が取られるのを防げ。下がるってことかな。金取りを避けながら相手の銀を取る。おお。そこに入りゃいいでしょうと思ってですけどね。5七桂成の攻撃を防げ。まあ王を上げるか、金を上げてもいいですけどね。これを防げたって言えてんのかな。8七歩成を防げ。うん、これ金でね、防ぐってことだけで考えたら銀で上がるか。めちゃめちゃ微妙ですけどね。飛車追い払い、香車打ちたいですけどね。8六歩で飛車先の歩が交換されるのを防げ。角が上がれってことか。桂馬と金を取られないようにさせ。得意の金底の歩、岩寄りかたし、罪を返しろ。今積んでんのか。すっげえ微妙っちゃ微妙なんですけど、罪を返しろ、罪を返しろ。これ返しと言えるのか微妙ですけどね。なるほど、まあ、ここまでが手筋ってことですね。じゃあ次は詰将棋なんで、そっちはまた次の動画でやりたいと思います。